アローハ。 JAL ホノルル支店地上係員のユウトです。この動画では視聴者の皆様に今のハワイに触れていただき、ハワイを存分に感じていただくことを目的として、 JAL グループ社員がハワイの今をお伝えしていきます。さて、今日は日本の皆様にはおなじみのここアラモアナビーチパークに来ています。今からあちらのマジックアイランドに向かいたいと思います。ここマジックアイランドではスキューバの体験もでき、初めての方でも楽しめるツアーなどもあるんですよ。今日はそんな体験をご紹介するために、 JAL パックハワイからユーゴさん、 PWA から銀次さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。アロハ、こんにちは。 JAL パックハワイのユーゴです。ですね、今回のテーマは海ということでですね、 JAL パックハワイでも人気のツアー、マジックアイランドでできるスキューバの体験を通じて、でハワイの海の様子を皆様にお伝えしたいと思います。はい、でこちらは本日の講師の銀次さんです。アロハ、日本の皆さん、こんにちは。今日はよろしくお願いします。はい、それでは銀次さんにハワイの海のことについて教えていただきましょう。早速ですが銀次さん、はい、ハワイの海にはどういった楽しみ方がありますか？シュノーケルやスクーバーダイビングはもちろん、スクルーズ船なので海上からハワイの海を感じるのもおすすめですよ。そうなんですね。スキューバダイビングでどんな光景が見られるのか、とても興味があります。今日はせっかくなので、銀次さんとユーゴさんに海の中の様子を撮ってきていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ですね、私初めてなんですけど、はい、大丈夫ですかね？大丈夫です。全然大丈夫。行ってみましょう。よろしくお願いします。いってらっしゃい。エンジョイ。ありがとうございます。最初は浅い砂浜からスタートして、徐々に海の深い方へと潜っていきました。どんどん透明度が増していって、サンゴやイソギンチャク、それからウニなどですね、泳ぐ魚以外にも多くの生き物がいるということを実感しました。もともと泳ぎは得意なのですが、海中で息ができるという安心感も手伝って、空を飛んでいるような感覚を味わえたり、海の中の景色をゆっくり見るという楽しみ方ができました。ウミガメとの遭遇もあり、悠々と泳ぐ姿に見とれてしまいました。皆様もこのウミガメが泳ぐ様子、ぜひゆっくりとご覧ください。海の中から見上げる太陽の光というのも非常に幻想的でした。ハワイに来られたら、ぜひ海のアクティビティも体験なさってください。帰りなさい。戻りました。銀次さん、ユーゴさん、素敵な映像ありがとうございました。ありがとうございます。こうした生き物たちが快適に暮らしていける美しい光景を見続けられるよう、これから先もずっと綺麗な海を保っていきたいですね。
そうですね、ハワイの海には多くの絶滅危惧種が生息していまして、はい、ウミガメやイルカ、ハワイアンモンクシールといった動物は皆さんもご存知ではないでしょうか。それらの絶滅危惧種はもちろん野生の生き物はデリケートなので、ハワイでは人が近づきすぎたり触ったりしないよう推奨距離が法律で決められています。また綺麗な海を保つことでそれらの絶滅危惧種を保護することにもつながります。私たちも海に潜った際、釣り具や海底に沈んでしまっているゴミを見つけることがありますので、それらを拾うような活動などもしています。海が汚れてしまうだけじゃなくて生き物たちが怪我をしてしまいますからね。まさにハワイを愛する心、マラマハワイですね。そうですね、マラマハワイのマラマとは思いやりの心、つまりマラマハワイはハワイを思いやる心のことです。何十年何百年後もハワイが持つ素晴らしい伝統文化や美しい自然環境を守っていくためのスローガンとしてこの言葉が使われています。ハワイを愛する人たちみんなでハワイの海を守っていけるよう、そのために私たちもビーチクリーンのボランティアをできる時にできる人が実施しているんですよ。素晴らしいですね。もうビーチとかにはよくプラスチックゴミがよく出ますよね。そういったものが海に汚れ流れてしまって、海が汚れてしまい生き物たちが直接怪我をしてしまうんですよ。何気ない行動によって生き物や自然を傷つけないように意識することが大切ですね。その他何か私たちがハワイの海のためにできることはありますか？そうですね、例えば日焼け止めですね。ハワイでは自然環境に悪影響を及ぼす成分の入った日焼け止めの使用は禁止されています、はい、そういった成分で海が汚れてしまいサンゴが死んでしまうんです。ハワイに持ち込むのが心配な方は現地で確認してから購入することをお勧めしますね、はい、みんなで一体となってハワイの自然を保護していきたいです。ハワイにはアロハチャレンジというハワイ独自の SDGs 目標があります。例えば天然資源の管理という項目では、海洋資源の管理や在来種の復元を行うことによる天然資源を守ることが目標とされており、現在ハワイでは様々な企業、団体が一体となって持続可能な社会を目指しています。このチャンネルをご覧になっているハワイが大好きな皆様と、大好きなこのハワイの自然を守っていけるように取り組んでいきたいですね。銀次さん、今日はハワイの海についていろいろとご紹介いただきありがとうございました。ありがとうございました。マハロー。マハロー。いかがでしたか？ハワイの海、感じていただけましたか？ハワイへの思いを馳せている皆様と、このハワイの綺麗な光景を共有し、そしてこれからも一緒にこの美しい海を守っていきたい、そんな思いを持ってお送りいたしました。それでは次回の JAL ハワイチャンネルも楽しみにしていてくださいね。皆様とハワイでお会いできる日をお待ちしております。アフイホー、またお会いしましょう。JAL ハワイトリビア講座、皆さんこんにちは。 JAL ホノルル支店セールスのキャロラインです。地上係員のフィーです。このハワイトリビア講座では、知る人ぞ知るハワイの豆知識をフィーさんに紹介してもらいたいと思います。それでは今回のハワイトリビア講座はThe Rainbow State、 ハワイについてです。皆さん、ハワイのことわざ No Rain, No Rainbow って聞いたことありますか？聞いたことはあります。日本語で訳すと、雨が降らなければ虹は出ないっていうことですよね。直訳するとそうなりますが、このことわざは嫌なことがあってもいいことはやってくるという意味なんです。なるほど、日本語で例えるなら雨降って地固まるに似てますね。ハワイらしい素敵なことわざですね。そうですね、そんなハワイでは The Rainbow State、 つまり虹の州と言われるほど虹が頻繁に見られます。確かに車のナンバープレートも虹のデザインですよね。そんな Rainbow State ハワイならではのオフィシャルアイランドカラーが島ごとに指定されているんですよ。オアフ島は黄色、ハワイ島は赤、マウイ島はピンク、カオアイ島は紫、モロカイ島は緑、ラナイ島はオレンジ、ニーハオ島は白、カホオラベ島はグレーになります。ハワイの自然はいろんな色に富んでて、どこに行っても飽きませんね。綺麗な虹が見られるハワイは素敵ですね。皆さん知ってましたか？次回も楽しみにしててくださいね。それではアローハー。マラマ is to cherish and protect the reefs, the fish, the birds, the wind and the landThank you.
giving back, that's something that lasts generations.